同じくカメラクルーの方にもご活躍いただきまして、ね、ステージの、ね、観客の皆様からは見えない裏側ですね、こちらの方をしっかり注目していただきたいと思います。何歳あるの、あのなんせね、あの、はい、なんていうの、ヘアスタイルですから、はい、毎日ね、結構扱うもんですからね、はいはい、なんかあのやっぱりでも女性は大変ですよね、髪長いですね。そうなんですよね。だからあの本当に自分ではできないですから、あの美容師さんとかプロの方はどうなのか分かりませんが、私たちはやっぱり自分ではヘアスタイルできませんから、はい、あのもうとても簡単なブローテードのものになっちゃうんですけれども、はい、今回やっぱりあのこういうコンテストということで、あのそれぞれに独創性を生かしてどんな髪型をいかに仕上げるか、もうそこがもう見どころだと思いますね。そうですね。かたさ、はい、同じぐらいの長さの髪の毛でも、はい、あのスタイリストの方によって絶対違うと思うんですよね。なるほどね、ねえ、さあ輝ける未来の、ね、プロアーティストの卵でございますからね、はいはい、なんせ今回はね、これでファイナルリスト最後選ばれますとね、パリコレのクルーですからね。そうですね、これは非常に貴重な経験ができると思いますね、はい、それでは審査員の先生方もどうぞステージにお上がりいただきまして、間近で拝見してると、まあ、こういう細かい髪の毛を使っての作業っていうのをよくできるなと思って、あー、ね、特にその驚きですね、もうね、ね、もう我々男性なんて、まあね、パッパッと整髪料つけて終わりっていうところありますから、女性はね、やっぱり手が込みますね。そうですね。でただ単に、ね、セットするだけではなくて、ね、いろんなこうトータルの部分ですもんね、今回はね、うん、はい、背なんかもありますからね、はいはい、だからあのその方の、まあ、極論すればつむじなんかとかの場所なんかによっても髪の毛の流れ方とか違いますでしょうし、なるほど、ね、そういうふうなところなんかも全部モデルさん の、はい、あの髪の毛の様子というのも把握しながら作り上げていくっていうところになりますから、はい、なかなか大変な努力が必要なんじゃないかと思います、はい、ではね、また先ほどのように応援メッセージなんかもございますので、ではまたちょっと旅立ってまいりますね、はい、はい、行ってらっしゃいませ。よいしょ、はい、邪魔にならないようにと、はい、こちらでございます。エントリーナンバー1番の方をご紹介させていただきます。ヘアアートカレッジ木南学園より木村恵里さんです。はい、恵里さんからのメッセージです。まさか本戦出場できるとは思ってもいなかったのでとても驚きました。緊張しますが本戦に出るからには自分の力を発揮できるよう頑張りたいと思いますとのことです。ありがとうございます。それでは木村恵里さんにお届けいたします応援メッセージです。スクリーンご注目ください。どうぞ。恵里彩花、青森からエールを送ります。毎日遅くまで練習していましたね。今日はその成果を十分に発揮してください。君ならできる。ヘアアートカレッジ木南学園、頑張れ。ありがとうございました。
では続きまして私は中に移動させていただきます。よいしょ。すみません、失礼します。はい、はい、エントリーナンバー2番はこちらで間違いないですね。はい、ご紹介させていただきましょう。東京モード学園より鈴木香織さんです。香織さんからのメッセージです。初めて出るコンテストなのでとても緊張していますが、自分の力を出せるように頑張りますとのことです。はい、それでは鈴木さんにお届けいたします応援メッセージです。どうぞ。東京モード学園鈴木香織さんの担任の野田です。このコンテストで3年間学んできたことを存分に発揮してください。香織さんのいつものエネルギッシュな雰囲気で後悔のないように頑張ってもらいたいと思っています。東京からエールを送ります。頑張ってね。ありがとうございました。ありがとうございました。先生からのメッセージですよね。そうですね、はい、ね、未来の、ね、プロアーティストでございます。さあさあ、それでは、次は3番の方ですね。どちらでしょうか。はい、こちらにいらっしゃいました。はい、それではエントリーナンバー3番の方ご紹介させていただきます。東京マックス美容専門学校よりシシド七重さんです。七重さんからのメッセージです。今回の作品を作るにあたってたくさんの方々に協力してもらい完成した作品です。ファイナリストに残っただけでも奇跡ですが、このチャンスを無駄にしないよう精一杯頑張り楽しみたいと思っていますとのことです。ありがとうございます。それでは応援メッセージです。どうぞ。会場までは応援に行けないけど、クラスみんなで応援してるね。ナナちゃん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、さあではまたどんどん引き続いてご紹介参りましょう。次は、あ、ちょうどね、前にいらっしゃいました。エントリーナンバー4番でございますね。はい、ご紹介させていただきます。同じく東京マックス美容専門学校より筑純平さんです。あ、大きな拍手ありがとうございます。応援の拍手たくさんありますね。純平さんからのメッセージです。今持てる感性と技術をすべて出し切り本戦を戦いたいです。そしてグランプリを取ってパリコレに出場したいですとのことです。はい、それでは筑純平さんにお届けいたします。応援メッセージです。ご覧ください。せーの、筑頑張って。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、ちくさんご本人もスクリーンをちょっとちらっと、ね、眺めながら北総 M、ね、そういうシーンもございましたね。誰が出てるんだみたいな感じでしたね。はい、ありがとうございます。はい、それでは私はまたちょっと中ほどに参りましょうね。エントリーナンバー5番の方がちょうどこちらに、はい、おいでですね。はい、それではエントリーナンバー5番の方ご紹介させていただきます。 ECC アーティスト専門学校よりテイ・シナンさんです。もうこちらも拍手が多いですね。テイさんからのメッセージです。入選してとても嬉しいです。そして会場で他の学校の技術室の技術を見ることがとっても勉強になると思いますとのことです。ありがとうございます。それではテイさんにお届けしましょう。応援メッセージです。ご覧ください。テイさん頑張れ。テイさんジャーユー、シーさんジャーユー。ありがとうございます。ありがとうございました。およさん、あの、加えるに油と書いてあれなんて読むんですか。
加えるに油と書いて何て読むんですか。ジェヨって言って意味は中国語で頑張れってことです。なるほどね、わ、はい、かりました。要するに